日本一ソフトウェアプレゼンツ。画面の前の皆様、こんにちは。メラビト Q でございます。ファントムブレイブ、やっていきましょう、最終話。それではね、早速、的の方を乗り込んでいきましょう。それでは的を生命の終末、いきたいと思います。純白の騎士だ。私、知ってるわ。イボワール最強のレイブン、白狼騎士団よ。彼らが白狼騎士団？それじゃあラファエルさんの、私たちを助けに来てくれたのかしら。どうやらその逆らしいな。そんな、カスティル、下がって。弱なる者に打ち勝つ力を、水流の力、エカルラート。最終話、別れ。さあ、というわけでね、やっていきましょう。白狼騎士団です、相手は。いっぱいいる。遠くまでいる。なんかいる。ということは、今回計画性を持ってコンファインしていこうっていうことですね。リムーブ禁止ってことは、ドイツが出してんだ。どっからリムーブ禁止が出てる？リムーブ禁止って、こっちの方から来てて、こいつ？これ、これか。だからセンディングでリムーブ禁止ってあるから、こいつにコンファインできればリムーブしなくていいと。これこっちから。だからリムーブ禁止ここら辺にもない。ないね。まあ数字出るか1って。じゃあコンファインしていきましょうか。ガンガン。コンファイン読んだかい？ガンガンコンファインしていきましょう。リムーブ禁止この2つかな。だからまあ普通にこっち側移動してこう来て。こっちはこっちでコンファインしたいんだけど、コンファインできるものなくなっちゃったから、壺をコンファインしましょうか。いや、ここら辺のコンファイン行きます。ここら辺の人をリムーブ禁止に入れときゃよかったな。まあいいや、とりあえず動ける人を優先的に。でここら辺はもう火力でねじ伏せていく感じかな。後半技で一気に倒していきましょう。で移動。パワークラッシュ当たらない？当たらんね。あ、これは当たる。さあ、次のターンあれ倒せるか。倒せそう。広範囲の技使えばいけそうですね。よし。まあ白狼騎士団のね、下っ端がこんな感じになってるんで、多分ね、上のラファエルさんも、まあ多分ね、やられちゃってるとは思いますが、どうなんでしょうね。やられてんのかな。まあ、ラファエルさんだけは大丈夫な気はするけど、なんとなく。すごいなんとなく、すごいなんとなく大丈夫そうな気はしなくもないけど、どうなのかな。次ラファエルさんと戦うのかな。それだったら
マジックバリアは意味なくて。ララバイ、ララバイ。まあ普通に攻撃していこうか。移動に。行動終了。これあれか、扱いとしてはリモートが切れたらそっからカウントが進んでいくみたいな感じなのか。リムーブ禁止はあれっぽいですね。あのリムーブのターンが進まないっていう仕様っぽいですね。ではしっかりと、ね、一戦一戦セーブしてクラッシュ対策していきながらいきましょう。前回クラッシュしちゃったからね。それではまた異界からのいざない行きたいと思います。君たちか。すまない。見ての通りのありさまだ。どうしてこんなことに。君たちも見てきたはずだ。サルファーの闇に取り込まれてしまった人々がどうなったかを。スカーレット殿に頼まれてこの島を見張っていたが、こんなことになってしまうとは。逃げろ。私の意識もすでに闇に侵されつつある。ラファエルさん、早く逃げろ。さというわけで闇落ち現場を見てしまった。レベル80か。なんかいいもん持ってそうね。装備、真剣ビシル。これ奥の方しかいないのか。奥の方のこの5人しかいないっぽいですね。さすがにマローネ短期で乗り込んでいくわけじゃないんだけど、ここら辺にコンフレンできそうなものがあるんで行きましょう。マジカル、マジカル、コンファイン行くよ。そっちが先に動くのか、ラファエルさんが。早いね、さすがね、さすがだね。あ、動かない。結構あれだね、ラファエルさんの足が速いというかスピードが高いから、あれですね、こっちやられると怖いですね。まあ、多分一発ぐらいは耐えてくれると思いますが。耐えるよね、多分。確証はないけど、確証はないけど耐えるって信じてる。ああ、攻撃してこない。じゃあまあ、いつものグラビトンボム、近くまで行ってからポンですよ。上げて落とす。ああ全然効かね。来週もまた見てね。全然効かないな。じゃあコンファイン行きます。あの技でしてみましょうか。新魔装流星群。やべ、アイテムに当たるな。アイテム巻き込みたくないな。てか普通にこれ巻き込まれ。れああ倒せた。さすが SP 大量消費するだけのことはあるよね。まあ、せっかく、まあ、どうせまた回復するんで終了。ガンガン使っていきましょう。というわけでステージクリアとなります。ラファエルさん、君たちには本当に驚かされる。大したものだ。イボワールのここのつけんなどと呼ばれうぬぼれていたのかもしれない。
また一から出直しだ。ラファエル、すまない。君たちの戦いを見届けたいが、どうやら体が動いてくれそうにない。代わりにこいつを持って行ってくれ。これは古の精霊が鍛えた伝説の名刀、我が愛犬だ。ありがとう、ラファエルさん。礼を言うのは私の方さ。ありがとう。聞いたか、風遊びが自慢の島尾さよ、あの悪霊付きの娘やってくれそうだぞ。普通の娘じゃないと思っていたが、まさかこんなことになるとは。私は信じてたよ、あの子ならやってくれるってね。散々悪口言ってたくせによく言うよ。まああの頃はね。でも本当はすごい娘だったんだね。今なら信じられる、あの子がサルファーを倒してくれること。厳禁なもんだね。今までマローネを意味嫌ってた連中がコロッと態度を変えちまうんだから。仕方ないさ。特別な力を持つ者はいつの時代も理解されないもんだよ。しかしこれからは変わりますとも。あの子たちが育んできた友情と善意の行動が人々の心を突き動かしたのですから。ああ、若き勇者たちに神のご加護を。というわけでね、手のひらくるー、手のひらくるーですよ、これがね。それでは、セーブしてやっていきましょう。まと異界ゲート行きたいと思います。サルファー、まさかこれほどの化け物だとは。待ちこねたぞ、サルファーよ。すべてを復讐に捧げ30年し、我が呪われた剣をその身で味わうがよいわ。行くぞ。貴様の肉を切り刻み、血を浴びる日をどれほど待ちわびたことか。ってやつだ、サルファと一騎打ちだと。貴様は覚えておるまい、30年前のあの日のこと。輝ける聖剣が血の涙に染まった日のこと。人の心を捨て修羅の道を選びし復讐期邪悪なる闇を、貴様を食ろうてやるわ。これは倒せる。スプラウト、おじいさん。今こそ我が復讐は成就する。
の？本当に一人で倒してしまったのか？ブリアン。おのれ、抜かったわ。やもや、まだ生きておったとは。何？どうなってるの？涙、スプラウトの闇を吸収しているんだ。シャルファミー、我が闇を食らっておるのか。いけないわ、このままではあの人が危ない。マローネ、アッシュさん、作戦を開始しましょう。どうしてこんなところに。モカ、作戦開始よ。用意はいい？みんなお願い、あの黒い空間を閉じてしまうのよ。みんな、もう少しよ、頑張って。さあ、というわけで復活しましたね。いやー、まさかね、スプラウトが全部倒してしまうと思いませんでしたが、防御プラス60。あ、なるほど、もう大量にコンファインしても一気にもう火力で制圧しろって感じなのかな、マップ構成的に。コンファインしてます。コンファインしていきましょうよ。いきましょう。はい、上からも全部コンファインだ。コンファインしていきます。いきましょう。読んだかい？コンファイン。残しとこうか。ちょっとは残しとかないと、なんかちょっと怖そう。もう一発でいいんじゃない？ 60% も上がってるからね、防御。惜しんでる暇はないよ。相手のスピードも相当、あっ。一発で倒しちゃった。それではね、ストーリー見ていきましょうか。はい。カストリに気づかれなかったウォルナットですが、まあ見ていきましょう。よいしょ。やったか。我が身を無本的に利用されるとは。闇では闇に打ち勝てぬのか。我が復讐の30年は
やつの餌でしかなかったというのか。おじいさん、マローネ。な、何をさ、小娘。よせ、離れるんだマローネ。サルファーの闇に取り込まれてしまうぞ。よすんだマローネ。なぜか、小娘。じっとしてられなくて。ブリア。サルファよ。この身と共に滅びるがよいわ。おじいさん、我が名は輝ける聖剣スプラウト。闇に染まれども誇りは失わず。復讐機と化したスプラウトが最後に人としての心を取り戻したのか。マローネ、カステル、お前がそいつと友達になったわけがようやく分かった気がする。のか。スカーレット。ハッシュ。こうなったらやるしかない。ヤツにもダメージはあるはずだ。今なら倒せるかもしれない。これが最後の戦いになるだろう。僕は一度死んだの。どうなっても。でも、マローネだけは、絶対に守ってみせる。邪悪なる者に打ち勝つ力を。水流の力、エカルラード。さまよえる魂よ、導きに従い、現れいでよ。敵の力、シャルトルーズ。さあ、それでは連戦ですが、無敵、どいつから出てんだ。行きましょう。はい、だから先行バンバン取ってって、全部無敵なので、どっから出てる。あとはこいつか。まあいつになったらね、気づかれるんでしょうかね。わかりませんか。読んだかい。
いつになったら気づかれるのかっていうのは分かりませんが、まあまあまあ、あれね、あのウォルナットね、ウォルナットがいつあのね、あのカステルに気づかれるのかっていうのはよく分かりませんが、まあしっかりとね見守っていきましょう。回復してるね、いいね。ドイツだ、ドイツだっけ無敵、あれ、あこいつか。とりあえず攻撃して、よいしょ、よいしょ、青色水晶かな、これの青色水晶が無敵効いてるんで、よいしょ、倒しといて、あー怖い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 、動かないで動かないで、とりあえずあのあれなんだけど、あーこれあれだな、さっき移動させとけばよかったな。そうだね、さっき移動させとけばよかったね、アイテムに当たる。これあれか、新魔素流星群もう使えないか、いやもうレインボー斬り、今まで全然使ってこなかった技をここに来て使うっていう、あれやばい、マロネ、マロネ耐えるんだ、マロネ耐えない耐えない、マロネ耐えない。よいしょ。8200、ありがてえ。その削りはありがてえ。新魔素流星群使えるぞ、当たんねえわこれも当たんねえな、あー微妙に当たらんのね。じゃあまあレインボー切りで、これで決める、これで決めよう、オッケー。全て終わったんだ。ヘイズ、ジャスミン、見ててくれたかい？これでようやく僕も。逃げて、マローネ、アッシュさん。アッシュ、カスティル、君に頼みがある。僕はこれからサルファーを元の世界へ押し返してみる。なんで知って、何を言ってるの、アシュ。こいつをこのままにしておけば、君たちも僕らを助けてくれた人たちもみんな死んでしまう。僕もヘイズもジャスミンもサルファーの犠牲になった。もうこれ以上繰り返しちゃいけないんだ。だから、いいね、カスティル。僕が成功したらパティに指示して
あの空間を閉ざしてしまうんだ。ダメよアシュ、そんなことしたら。そんなことしたらアッシュがいなくなるなんて、私ハッシュがいない世界なんて考えられないよ。ありがとう、マローネ。でも今の君は一人ぼっちじゃない。君を支えてくれる多くの人がいる。大丈夫、僕がいなくてもきっとうまくやっていけるさ。いやよアッシュ。ごめん、マローネ。アッシュ。邪悪なる者に打ち勝つ力を。水流の力、エカルラート。おっと、待ちな。ウォルナット、お前さんじゃ無理だ。サルファーは俺の力でしか止めることはできない。勇者スカーレットと同じ力を持つこの俺にしかな。お前どうして。ふん、決まってるだろう。俺がオクサイド専門だからさ。オルナット、こんな上等な役回りはお前にはもったいねえ。俺がいただいていくぜ。どいてな。魂の灯火よ、眠り獅子を呼び覚ませ。覚醒の力、サイコバーガンディ。ウォルナット、ウォルナットさん。というわけでファントムブレブでした。とりあえずエンディングが終わるまでスキップしていきたいと思います。はあ、やっぱり我が家が一番ね。
みんなが喜んでくれて本当に良かったね。うん、天国のお父さんとお母さんにもちゃんと報告しないとね。大丈夫、今頃二人とも天国でマローネの自慢をしてるさ。ありがとう、アッシュ。え？私、アッシュにありがとうを言うのこれが初めてかもしれない。アッシュがいるのは当然だと思ってたからずっと気づかなかったけど、あの時アッシュが遠くへ行っちゃうって思った時、私とても怖かった。マローネ、もう二度とあんなこと言わないで、どこにも行かないで、アッシュ。ああ、どこにも行かない。これからも一緒だよ、ずっと、ずっとね。というわけで、ファントムブレイブでした。これでね、最終章クリアというわけで、この後どう続いていくのか分かりませんが、この後の実況に関しましては、とりあえずこれで実況一段落というわけでね、だいぶ前に言ってたと思うんですが、次はね、日本一ソフトウェアの別のゲーム、11月26日かなに発売されるガレリアの地下迷宮と魔女の旅団のね、その前の作品であるルフランの地下迷宮と魔女の旅団のね、実況していきたいと思います。またね、ファントムブレイブの方も、引き続き、実況ね続けていきたいと思いますので、ルフランともども、見ていただければなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。